村田発酵カレーでおなじみの茨城県からご来店で、怖いの人出張中だったんだよね。はい、だから対応はエビちゃんにやってもらいました。フォロワー数11万人超えのイート道楽テレビの関係者でしたよ。エビちゃんよろしく、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。 こんなに持ってきてくれました、ありがとうございます。はい、水戸から。亀印の梅羊羹のお土産忘れた。うちわざわざですかね。はい、はい、ありがとうございます。社長の動画面白いですか。そうですね、さっきあんま面白くないって言ってね。詳しいことが、説明が聞けるけど、はい、はい、ありがとうございます。はい、これじゃあうちで買い取っていいですか。はい、はい、それで。ありがとうございます。はい、ステッカーは。じゃあそれで。ありがとうございます。じゃあそれで。これ水戸道楽テレビめちゃめちゃ楽しそうですよ。これプライベートの動画見てると知能指数下がるよね。知能指数下がるって。それでこれじゃフォロワーさん増えない。